お祭りの金魚、主分金。これ、納豆菌で、ここ。よいしょ、バー。汚れたな、主分金。お祭りの金魚、主分金。レイアウトがこけてきました。どうも、サボリです。金魚水槽、人工のレイアウト素材なんですけど、これを撤去して水草、自作の水草ポット、それを作って設置したいと思います。レイアウトと同時に水質が良くなるように、これを使って納豆菌でいろんな効能があります。水の汚れを吸着分解します。これで自作の水草ポット、それをね、作ろうと思うんですよ。こんな感じのやつ、これに穴開ける、そして小石を貼り付けて、ざっくりでいいな、自作水草ポット、はい、貼り付けるのはね、接着剤には水槽用のボンド、モスとかを流木にくっつけるやつで、今回はね、瞬間接着剤、これでやります。ここに穴を開ける。あっ失礼。こんな感じの穴、もう少しの大きい方がいいですね。あ、これどうしようかな。これ水草の重りを巻きつける、結構なね、大きさがいるな。これはね、まだまだだ。これが脆いんでね、意外に大変だわ。よいしょ、こんな感じだ。はい、で、こんな感じ、はい、ほぼぴったり。あとはね、こう、はっつけていくと、ちょっと、あれ、石つかないんだけど、あれ、全然つかないよ、これ100均のやつ、全然つかない。何これ、全然つかないことが判明しました。あ、瞬間じゃないんだ。接着できないものってのありますね。接着できないもの、これはね、接着できないやつかもしれませんね。ということは、これを使おうか。これで。ただこれは、あれ？ただこれはね、
時間かかるんですよ、乾くのに。うん、使いやすい。これを全体的に、うん、とりあえず一周できた。あとまだ完璧には乾いてない。ここら辺もですね、ここら辺もざっくり貼り付けていけばいい。よし、できました。まだね、乾いてません。1日乾燥させます。持てるか。ダメだ、乾いてない。撤去します。はい、なるべくね、ゴミを回らないように全部最後、あ、抜けた。よいしょ、さっぱりしました。乾きました。はい、少しはみ出てるところあるんですけど、大丈夫です、気にしません。この穴に水草ストック水槽、これを使う時が来た。よいしょっと、よいしょ。おお、汚れが全部、とりあえず全部いくか。はい、あ、一旦ね、これ洗ってきますね。洗わなきゃダメなやつです。はい、これ、これを入れるだけ。ちょうどぴったりですね、これ。ちょうどぴったり。セッティングします。ここ、ここですね。先に調整。ん？あれ？あれれれれれれ。とりあえずしょうがないです。はい。あ、危ない。端っこがいい。あ、ちょっと向き。向きが。向きが、よし、ちょっとね、汚れが舞ってしまった。ここあれか、水圧が、ここはね、なんか水の流れが、失礼。あ、いい、いい、こっちの方がいい、こっちの方がいいですね。あとはね、もう動かないんだぜ。嘘みたいだろ。ダッチ、ダッチアクアリウム、もう、もう食べてる、もう食べてる。はい、はい、あ、色が却下。うん、はい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 、バランスは、
お、あ、もうなんかもう草食べてる、浮いた草を食べてます。このレイアウト、こうやって花壇みたいなレイアウトをダッチアクアリウム、そう呼ぶらしいんですよ。私ね、最近知りました。私もそうなんですけどね、多分皆さんも知らず知らずにやってた名前があったんですね、ダッチアクアリウム。うん、詳しくはね調べてください、それぞれ。偶然なんですけどね、この曲線がなんかいい味出てます。これですね、食べてます。この草は多分金魚に食べられるんですけど、だいたい1週間ぐらいだと思いますね、この景色が楽しめるのは。1週間持たないぞこれ。強引に食べてる。食べてるな。OK。以上、自作水草ポットとダッチアクアリウムでした。ありがとうございました。うん、まずまずだな。うん、レイアウトはまずまず。